今回ちょっと特別編ということで、はい、過去に出ていただいたゲストが、うん、初めての2回目という、うん、これはなんか僕もちょっと望んでた部分はありました、正直、はい、だいぶ、はい、それ楽しみです。わかりました。どうもどうもこんにちは、このコーナーですか、はい、来ちゃいました。お願いします、会長。お悩み相談もうこの時点でやばい。お願いします。初回のゲストがドラマ選手、はい、今日何回目ですかこれで。これもう10 回目ぐらい行ってると思いますね。特番ですね。特番これ一番視聴率いいの。えぇ、ー、それは1回目が良かったってこと。流れを掴んだら1年前ということで。ドラマ選手7番ね。7番かいね。いい時悪い時あると思うんですけど、うん、その年間通してライブを引きずってよ、そのためにはこういう練習だったり、なんだこの顔、どういう生活習慣送ったらいいんですか。何何この質問。結構真面目なやつですね。1年目になんか一番苦しかったというか、なんかぶつかった壁みたいな。1年目なんて俺もう高卒1年目とかでしょ。そうです。もうクソみたいなバッティングしてたから全然こんなんで打てるようになれないわと思ったけどなんだろうな、プロ野球選手みんないい匂いするんですけど香水ないですよ。香水ね。いや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 、でも会長もう会長とあんま喋ったことないですかね、この時。まあまあそうね、それ緊張しますよ。それはそうだね。それはまあ確かに、まあ喋ってないし、はい、まあ、絡みも薄かったというのは事実からね、はい、まあ、企画としては難しい部分があったと思うけど、はい、まあでも一つ言えるのは1年で人はこんなにも変わる。いや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 、変わったとかじゃないですよ。やっぱ緊張っす、緊張したっす。いや会長にまず七間がこういうキャラだっていうのも多分その時は知らないから。まあまあそうっすね。そうっす。でいつなんか気づいたらもうそういうキャラになってったじゃん。まあまあ今じゃもう会話の中心に常にいます。いやいやいや、いないっすよそんな。まあまあこういう時もあったって話っすよね。こういう時もこの回でもクソつまんないクソつまらんっす。これ1回目でよく逆にここまで続いてるよ。確かに確かに確かに。番組は確かに、まあ、こう思んないとこからみたいな感じがあるっすね、うん、そうだね。はい、で今日は今日一応悩みあるのこいつは。まあ悩みですか。やっぱなんかファイターズ目そうっすけど、あの僕うるさいうるさいみたいな言ってる人に限ってうるさいことをさしてくるみたいな、それ悩みっすよそれは。どういうこと。うるさいってめっちゃ誰ですか。誰、じゃ誰にどなたが言われてるんですか。何この企画で。あ、この企画内で七間がうるさい件についてね。はい、あー J とかじゃない、野村J、 J と江越さんかな。浅間大輝だ。うるさい、奈良間うるさいっすか、うん、ちょ、それいあの意義あるっす。いいよいいよいいよ、っていう、うるさくさせてんのはその先輩方たち。じゃあ先輩のせいってことね。いや、先輩のせいとかないっす先輩のせいとかないっすけど、うん、